どうも、認知神経科学おじさんです。今回は神経心理学生理心理学認知神経科学領域の測定方法をいくつか取り上げていきますまず神経心理学のメジャーな研究方法である損傷研究です。 人の精神活動はいくつかの比較的独立した機能系で成り立っていると考えられています。機能系とは、例えば言語に関係する機能、話す、聞くなど、や手足を動かすなどある目的のためにまとまった機能です。これらの機能系は、中枢神経の活動によって生み出されます。そして脳のある一部分の活動はある機能のみに関与しています。 例えば高等葉はもっぱら視覚に関連しており手足の運動には関与していません。これを機能局材と言います。人の高度な精神活動のそれぞれの機能系にもある程度の機能局材があると考えられますがどのような機能が存在するのかまたその機能局材を明らかにしようとする試みのうち。 神経疾患患者の障害から脳の機能を推定するアプローチが神経心理学における損傷研究です。神経心理学の症例研究では、脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷、脳変性疾患などの脳疾患に伴う高次機能障害の有無、性質、程度を明らかにします。脳疾患の診断と治療を主要な目的としますが、 高脳卒中や頭部外傷などで脳の一部が損傷を受けることがありますこの時さまざまな症状が出現しますがそれは損傷部位によって異なりますこれを局所症状と言います局所症状を起こした病変部位を責任病層と言います手足の運動障害などは分かりやすい症状で どの部位の損傷が起こるかもはっきりしていて個人によって違うなどということはありませんしかし精神活動の障害ではその症状は複雑で病変部位も個人によって異なりますそのため症状と損傷部位を結びつけるのは容易ではありませんブローカー失語を発見した ブローカは失語症患者の臨床的症状を詳しく観察し記述しました。患者の死後にはその脳を解剖して病変部位を確認し、両者の対応関係を検討しました。そして、言語表での障害がある患者が前頭葉に損傷があり、言語表での障害がない患者には前頭葉に損傷がない、ということから、言語表出が前頭葉の機能であると結論づけました。 このアプローチは乖離と言います。乖離には単純乖離と二重乖離があります。二つのケースをもとに乖離について考えてみます。一つ目のケースです。ある脳領域 X の損傷をした患者が、二つの課題を行ったとき、課題 A の成績が良いにもかかわらず、 課題 B の成績が著しく悪かったとします。この場合、能領域 X の損傷によって課題 B の成績低下が引き起こされたと解釈できます。つまり、能領域 X が課題 B の遂行に重要な役割を果たしていると推測できますが、この結果だけでは課題 B が単純に難しかったという可能性も否定できません。次のケースの場合はどうでしょうか 能領域 X を損傷した患者と能領域 Y を損傷した患者がそれぞれ課題 A を行い、能領域 X を損傷した患者は成績がよく、能領域 Y を損傷した患者は成績が悪かったとします。この場合は、課題 A の遂行には、能領域 Y が関わり、能領域 X は関わらないと解釈できます。しかしながら、課題 A の成績悪化が、 基本的な視覚能力や知能のような一般機能の障害によって生じた可能性も考えられますアルファ波は安静・覚醒・併願状態に後頭部中心に出現します10から11ヘルツ50マイクロボルト程度の振幅が観測されます β 波は思考・集中時・改元状態に出現します アルファ派とベータ派は1929年にハンス・ベルガー博士によって命名された最も有名な成分です。以前私はハンバーガー博士と誤読しときめきを覚えていた時期がありました。ちなみにアルファ派が出てリラックスできるうんぬんとかがありますが目を閉じたら大抵アルファ派が出ます。アルファ派というタビてジナーニャの人たちを思い出します。 例えば失語症は左半球の損傷で出現しやすいですが右半球での損傷ではあまり現れません一方反則空間無視は右半球の損傷で出現しやすいですが左半球での損傷ではあまり現れませんこの2つの症状を対比することで左半球は言語機能右半球は視空間機能に関与していると推測することができます また、言語機能に関して言うと、左前頭用の損傷では発話機能が障害されやすいですが、聴覚的な理解は保存されます。左側頭用の損傷では聴覚的理解が障害されますが、発話は保存されます。これにより、左前頭用は言語表出、左側頭用は聴覚的理解に関与していると推測できます。つまり、二重回離は、 真逆の単純乖離が損損傷傷 X と損傷 Y で見つかることですこれが見つかるとそれぞれの領域で異なる機能が関わっていると言えます能領域 X の損傷により課題 A のみ成績が悪化し能領域 Y の損傷により課題 B のみ成績が悪化したこの場合能領域 X の損傷では課題 B の成績悪化が認められないので 単純かい離では否定しきれなかった課題 B が難しい可能性一般機能の障害がある可能性を否定することができます離ンとはある症状が2つの独立した機能同士の情報交換が絶たれることによって出現するという考え方です脳量を損傷した患者は左手で所持できなくなります 左手で所持するには左半球にある所持の情報を右半球に伝達し右半球から左手に出力させる必要がありますこれから脳量が左右の情報伝達を担っていると推測できこの症状がイダンによって出現したと考えられます脳の損傷によって そのの部位がが言っていた神経活活動動脳全体の活動からら除外されれると考えられます陰性兆候は中枢神経疾患によって正常に存在する機能が失われた症状を指します。陽性兆候は行為の機能で制御されていた位の機能が解放されたために出現する症状を言います。 脳梗塞による肩麻痺で起こる髄運動の障害、欠損は陰性兆候の一つです。これは衰体炉の構造破壊によって生じるものです。また、肩麻痺では正常では存在しない筋緊張の更新やバビンスキー反射の出現があり、これらは陽性兆候とみなされます。陽性兆候は衰体炉の構造破壊と直接対応するものではなく、 正常な残存機能が破壊された部位からの制御を失うことによって出現されたものとみなされます。経図外磁気刺激 TMS トランスクラニアルマグネチックスティミュレーションは大脳皮質局所を磁場変化による誘導電極にて刺激または不活化しその効果を調べる方法です。 他の脳機能計測で得られた知見と合わせることで大脳局所神経活動と脳機能の因果関係を非侵襲的に調べることができます TMS は電磁誘導の法則に基づいていますコイルに瞬間的に電流を流すとコイルの面に垂直に磁場変化が生じます脳組織はある電気抵抗を持った電動体であるため この磁場変化によって電流が弱気されます。これによって軸索が刺激されて活動電位が発生します。この電流の密度は急速に減衰するので、通常大脳皮質とその直下の白質にのみ効果をもたらします。コイルは、8の字型コイルがよく使用されています。 これによってより局所に弱気電流密度を集中させて、より局所の情報が得られるようになりました。他にも、円形コイル、ダブルコーンコイル、H コイルなどもあり、それぞれ局所刺激の空間分解能や刺激の深さ、減衰時間が異なります。TMS 利用前に、頭部上に刺激用コイルを実験者の手、または専用の固定器具を用いて固定します。 測定のパラメータとして頭皮状の刺激部位、コイルの方向、刺激強度があります。実際に刺激された脳部位の推定は、頭皮状にマーカーを置いて構造 MRI 画像を撮影し、マーカーから最も近い皮質を検索することで可能です。刺激強度は、一時運動や刺激にて手などの筋電図が誘発される強度を基準にすることが多いです。 刺激方法には単発、連発、連反復があります反復 TMS はレペチチベ TMS や RTMS と呼ばれています。単発時期刺激法は運動のき地運動誘発電位情報処理の流れを高い時間分解能で解析することができます。単発時期刺激は 数十ミリ秒程度の間を置いて脳局所の神経細胞活動を乱します脳の情報処理は活動電位がいつ発生してどこの神経細胞に送られるか不明ですが TMS で何百万もの神経細胞に人工的に活動電位を起こすため刺激時に流れていた情報に乱れが生じます。 ワイヤレスイヤホンで音楽を聴いていたら電波が干渉して音が飛んでしまうようなものです。この効果を用いて正常な情報の流れを高い時間分解能で解析することができます。例えば視覚刺激を提示してから何ミリ秒後の一時視覚のの神経細胞活動が視覚に重要かは視覚刺激提示時刻 TMS 時刻 TMS の効果の関係を調べることで評価できます2連発時気刺激法は、1つまたは2つの刺激コイルを用いて短時間に2つの刺激を様々な時間間隔で与えます1つのコイルでは同一部位での局所神経回路の動態について調べることができます 運動やの興奮性と抑制性の制御機構を調べることが可能です2つのコイルでは離れた部位間の相互作用機能結合を調べることができます運動のと他の脳部位との機能結合を調べることもできます反復性磁気刺激法 RTMS は 刺激作用が時間的に加算され刺激が終了した後も一定期間持続する長期的な効果が誘導されます同一部位を繰り返し刺激することによって刺激終了後も何らかの効果を残す方法です刺激頻度によってその効果は脳局所の興奮性の更新や低下を長期にわたってもたらします 刺激頻度により高頻度 RTMS と低頻度 RTMS に分けられます 5Hz 以上の高頻度 RTMS では神経活動が促進され 1Hz 以下の低頻度 RTMS は刺激部位の神経活動が抑制されます Hz は1秒間に何回変化するかという単位です 1Hz だと1秒間に1回 5Hz だと1秒間に5回の刺激を与えます。1Hz で10分間の刺激は刺激終了30分程度まで、刺激部位の持続的な機能抑制を起こすと考えられています。長期的な機能抑制のメカニズムはシナプス商法の枯渇などシナプスの情報伝達特性の変化で説明されています。高頻度 RTMS は、 うつ病などの脳疾患の治療にも応用されています。うつ病のメカニズムの一つの仮説として、扁桃体の機能更新とそれを調整する左、肺、外側前頭皮質、DLPFC ・ドーソラーテラルプレフロンタルコルテックスの機能低下があります。うつ病治療では、外部から左、肺、外側前頭皮質の働きを促し、 扁桃体の過剰な活動を抑制させ、うつ症状の緩和を狙います。脳機能研究では、低頻度 RTMS が利用されます。低頻度 RTMS により特定の脳領域の活動を抑制することで、その脳領域と課題の間の因果関係を示すことができます。 fmri 研究では、参加者が特定の課題を行っている際にどの能領域が活動しているかが分かります。しかし、その能領域がその課題のために使われているかを直接的に示すことはできず、関係して活動することまでしか示せません。低頻度 RTMS で特定の能領域の活動を直接抑制し、特定の課題の成績が低下したのであれば、 その能領域がその課題に使われているという強い証拠となります。実験ではオフライン RTMS というパラダイムが用いられます。これは事前に参加者の課題成績を測定し、RTMS 後に再びその課題成績を測定する方法です。単発時期刺激法の安全性は広く認められています。しかし、 刺激時に大きなクリック音が鳴るため、耳栓が必要です。また、頭皮下の神経や筋肉が刺激され不快感がもたらされることがあります。 RTMS では 1Hz 以下の低頻度刺激の安全性は高いと考えられていますが 5Hz 以上の高頻度で痙攣発作や予期せぬ行動異常が優位に高まるため実験者はガイドラインに沿って注意して実験を行う必要があります人の脳機能研究では ある認知活動が実現される際の脳活動を計測します。脳活動の正体は神経細胞の電気的な活動です。神経細胞を直接計測するためには、頭部を外科的な手術で開き、細胞の近くに電極を設置する必要があります。このような方法を侵襲的脳計測方法と言います。 ととは、生体を傷つける、るいいう意味でで用いられる言葉です。脳外科手術の際などで、侵襲的脳計測方法が用いられることもありますが、健常者を対象とした一般的な脳機能研究では用いられません。外科的な手術などで、生体を傷つけない、非侵襲的脳測定方法が用いられます。 代表的な非侵襲的脳活動測定法として脳波・ EEG 脳地図・ MEG 機能的核磁器共鳴画像法・ FMRI 近赤外分光測定 NIRS が挙げられます。陽電子断層撮影法 PET は微量な放射性物質を吸引する必要があるため、侵襲的方法に分類されます。 非侵襲的脳測定方法では、神経細胞の活動を遠く離れたセンサーで測定するため、数万から数十万個の神経細胞集団が同時活動し始めて初めて信号として検出されます。MEG や FMRI は大規模な装置であるため、大型の施設が必要で、導入コストも維持コストも高価です。 EEG や NIRS は安価で持ち運びも容易です。ちなみに FMRI は導入に数億円程度、年間維持費に冷却用のヘリウム代など数千万円とかかかります。EEG と NIRS はピンキリですが、研究用に使えるものは100万円程度で済みます。研究はお金がかかりますね。 EEG と MEG は神経細胞集団の電気的活動によって生じる電波と磁場をそれぞれ測定します。EEG はベルガー博士によって原理が発見された方法で最も古い脳活動計測法です。神経細胞の電気活動に伴う電位変化・を頭皮に設置したセンサーで測定します。 MEG は1960年代に開発が始まった方法で、電気活動によって生じた磁場変化を、超電動を用いた頭の近くに設置した高感度磁場センサースクウィットで計測します。EEG と MEG は神経細胞の電気的な活動を直接検討するため、高い時間分解能を持ちます。 神経細胞が活動すると酸素とエネルギーブドウ糖を供給するために局所的に血流が変化しますこの現象は神経血流カップリングとして知られています FMRI と NIRS はこの血流応答を測定します FMRI は1990年に小川誠治博士によって発見されたボールド効果を用いて 核磁気共鳴の乱れ具合から自生体、主に脳血流中の脱酸素化ヘモグロビンの量を求めます。磁場に傾斜をかけた状態で電磁波を照射し、その応答を頭の外に設置したセンサで計測することによって、脳内のどの位置で変化が生じたかをミリ単位の正確さで測定できます。 NIRS は1990年代初めに脳機能測定への応用が開始された方法です。近赤外光が皮膚を通過しやすく血中のヘモグロビンに特異的に吸収されることを利用した計測方法です。頭皮上に設定した光原から照射した光を数センチ離れた光センサーで検出することで、航路中のヘモグロビン変化量を計測します。 現段階で利用されている非侵襲的脳測定法にはその種類によって得て増えてがあり高いレベルの空間分解能と時間分解能の両方を満たす装置はありません空間分解能は神経細胞が活動した場所を測定する能力時間分解能は神経細胞が活動した時間を正確に測定する能力と理解してください 空間分解能が高いとマイクロメートル単位の正確さで測定でき、低いと数センチ単位の正確さでの測定を意味しています。高い場合は脳の絡む構造単位、領域単位が測定でき、低い場合は大体前頭あたりとか右半球あたりなどの程度で活動した位置が測定できるということです。時間分解能が高いと数ミリ秒。 低いと十数秒での正確さでの測定を意味します。心理学基礎実験で反応時間の測定を体験したと思いますが、単純なボタン押しにしても150から300ミリ秒程度で反応できたのではなかったでしょうか認知活動感の違いを反応時間で比較する場合、数十ミリから数百ミリ秒程度の違いでしか示されません。そのため、 反応時間との関連性を調べるためには100ミリ秒以内の時間解像度が必要となります。FMRI は高い空間分解能を持ちますが、時間分解能は限られています。一方、MEG と EEG は高い時間分解能を持ちますが、空間分解能は限られています。NIRS は 空間分解能、時間分解能ともに優れた脳計測方法ではありませんが、持ち運びやすさや幅広い計測環境、参加者を対象にできる方法です。乳幼児を対象とした研究では、NIRS が用いられます。また、脳内における活動位置情報が特定可能なのは、FMRI だけです。MEG、EEG、 NIRS は位置の推定はできますが計測データから活動位置を特定することはできません脳の活動は電気現象です頭皮上には脳活動を反映した電波が生じます頭皮上に電極を置いて、 そこから導出された電気活動を交流増幅器によって約1万倍に増幅して表示したものの時間的な変化を脳波エレクトルンセファログラフィーと言いますその頭皮上の空間的分布から脳機能を探索しようとする方法が脳波測定です脳波は非侵襲で安静時のほか行動中にも人脳活動を調べることができるという利点があります 脳波は実際には頭皮とそれから離れた場所との電位差を測定します。測定には小さな皿状の金属電極を頭皮に貼り付けます。この時接着面が安定するように電解質の入ったペースト状の電極糊を頭皮に塗りその上に電極を置きます。必要に応じていくつかの電極を頭皮の各部位に置いていきます。 電極を置く位置は、10から20方に従うことが多いですが、近年は100個以上の電極があらかじめセットされた帽子状のものを頭部に固定する装置も市販されています。脳波実験あるあるですが、実験後に頭皮についた電極のりをシャンプーで洗い流すため、みな同じフローラルな香りを漂わせて実験室を後にすることになります。 脳波は安静閉眼時にも観察されます。これを基礎律動と言います。この基礎律動は主に大脳皮質の活動に由来します。観察される周波数によって区別されています。デルタ波は0.5から3、Hz。ヘルツシータ波は4。7、Hz。ヘルツアルファ波は8から13、Hz。ヘルツ。 β 波は14から 30Hz、γ 波は31から 70Hz の周波数の波形です。α 波は安静・覚醒・平願状態に後頭部中心に出現します。10から 11Hz、50マイクロボルト程度の振幅が観測されます。β 波は 思考・集中時・アルファ波とベータ波は1929年にハンス・ベルガー博士によって命名された最も有名な成分です。以前私はハンバーガー博士とご読しときめきを覚えていた時期がありました。ちなみにアルファ波が出てリラックスできるうんぬんとかがありますが目を閉じたら大抵アルファ波が出ます。 アルファ波といいうタビテジナーニャの人たちを思い出します。アルファ波より低い周波数を除波高い周波数を即波と言います除波であるデルタ波とシータ波は覚醒状態にある成人健常者の安静平眼時にはほとんど出現しません除波は生理的に乳幼児の脳波 睡眠時の脳波に見られ、病的状態として転換、脳腫瘍、脳血管障害などの気質脳疾患、意識障害、低酸素状態、低血糖状態などさまざまな脳機能障害時に出現します。側波はベータ波とガンマ波です。ベータ波の振幅はおよそ20マイクロボルト程度で、振幅が50マイクロボルト以上の場合には異常とみなされます。 側波は成人の健常者の覚醒時に見られるほか、入眠時、薬物使用時にも見られます。病的な場合では、精神地帯、頭部外傷、脳手術後などに見られます。ガンマ波は通常の脳波判読では解析されないようですが、認知課題遂行時に観察されます。意識的に対象を近くできる場合、アハ体験のような正しい洞察を導いた場合、 再課題において基地の刺激を観察した際にガンマ帯域の活動が観察されます頭皮上から記録される電位は基礎立動ばかりではありません視覚聴覚体性感覚などの末梢感覚器への刺激に対応して脳波に生じる電位変化を誘発電位エボークドポテンシャル EP と言います例えば光などの視覚刺激を提示するとそれに脳が反応して EP が生じます通常 EP の振幅は基本立動よりも小さく刺激に関係しない電位変動に隠れてしまい検出できませんそこで「平均加算法」という記録法が開発されました 刺激開始時点を起点としてその後の脳波を加算すると刺激に関係ない成分は相互に打ち消し合い刺激に対応した信号成分が明瞭に現れます同じ刺激を100回程度数秒ごとに繰り返して脳波を記録しますこの脳波の中に誘発電位が隠れておりその電位変化は刺激停止時刻からいつも一定の時間後に出現すると考えられます 例えば視覚誘発電位ビジュアルエボークドポテンシャル VEP では刺激提示後約0.1秒に陽性に電位変化が起こりますこれが100回の反復思考においていつも起きているので刺激後約0.1秒の脳波の振幅を平均すると陽性の電位となりますしかし誘発電位が出ていなければ 基礎律動の振幅は刺激とは無関係に変動しているため加算平均すると電位振幅はゼロに近い値になります。誘発電位には視覚以外にも聴覚触覚に誘発される電位が知られておりそれぞれ頭皮上の電位分布や電位の出現時間が異なります。これはそれぞれの知覚を処理する機能極材の違いによります。 感覚誘発電位サマトセンソリーエボークドポテンシャル SEP は末梢神経への電気刺激や機械的刺激を与える際に出現する電位です聴覚誘発電位オーディトリーエボークドポテンシャル AEP は音の提示により誘発される電位です平均加算法では思考を反復し課題に関連する波形を取り出していきます こちらの様子を見てみましょう。 立動や誘発電位は主に大脳皮質の活動を反映しますが脳波では脳深部の活動に伴う電位変化を記録できますこれを遠隔電波電位と言いますこの特徴は MEG にはありませんよく知られているものとして聴覚脳幹誘発電位ブレインステムオーディトリーエボークドポテンシャルズバエップがありますこれは 聴覚刺激に反応した脳幹の聴覚電動炉の各部位からの電位変化を測定するものです。非常に振幅が小さいので1000回程度の加算平均が必要です。聴覚障害の有無の判定、脳幹部病巣の部位診断、脳死判定にも使用されます。 外部刺激に弱気されて出現する誘発電位が外因性電位といわれるのに対して、事象関連電位、イベントレレイティドポテンシャル、ERP は刺激そのものではなく参加者に与えられた精神作業のような工事機能を反映する内因性の電位も含んだ概念です。ERP の名前は、P300 や N400 といった名前が付けられます。 電圧変化が陽性であれば P、陰性のであれば N が頭につき、刺激定時から約何ミリ秒後に発生するかを数値で表します。ERP 成分の呼び方についている線時には個人差があるため、N400 成分でも300から500ミリ秒の線時で表れることがあります。 いろいろなものが報告されていますが、P300 と呼ばれるものがよく知られており、オッドボール課題を行ったときに出現します。オッドボール課題とは、弁別可能な2種類の刺激、例えば高い音と低い音をランダムな順番に提示して、提示回数の少ない方の刺激を数えるか、ボタン押しをさせる課題です。 低頻度刺激後後約300ミリ秒後に陽性ポジティブの電位が PZ 中心に出現するので P300 と命名されました。この電位の意味は、課題の設定により、意思決定、刺激の評価、情報刷新などと解釈されています。成人では年齢とともに戦時が延長する傾向があります。この電位を利用して、 声や手足の運動で意思疎通できない患者が意思を伝える方法が開発されています。例えば、単語や語順音を視覚提示して P300 が誘発された文字を拾い上げて意思を読み上げるなどです。オッドボール課題や脳波実験の様子を見てみましょう。